では、どうぞ失礼いたします今宵も、一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑むまずは、ご経歴をどうぞ岩井鉄製 三十八歳、東京から参りました。最終学歴は高等専修学校卒業です。現在はフリーランスでやっております。今回の希望金額と出資形態をお願いします。希望金額は二千万です。出資形態は投資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は、乾杯がもっと盛り上がる日本初のショットリキュールマースを作ってですね、世界中でいただきマースを流行らせたい。 令和の虎その思いを金に変えろ。オールアナッシング、新しい未来をつかみ取れ。キャッチザファンド。それでは岩井さんの、えー、簡単な経歴をお話しください。はい、えー、自分は本当にさまざまな経験をさせてもらったんですが、まあ役者をやったり、えー、テレビ番組の制作をやったり。 あとはですね、えー、景気通販の採用手、景気 .jp。まあ当時はフラッシュパークって名前なんですけれども、まあそこの取締役をやらせてもらったりですね。あとは独立して、まあペット事業、え、ペット関係の、え、業界やら、え、飲食関係の業界やら、あと不動産仲介とか、あとは YouTube のプロモーターとか、様々なことをやっておりました。今回のビジネスモデルについて簡単にご説明ください。はい。えっと、皆さん、クライナーってご存知ですかねはい。はい。はい、あの、 まあ、それこそこれになるんですけれども、ご存じないよって方っていらっしゃいますかあさすがにありがとうございます <laughs>。え、知らかった何を知ってるしこのおじさんは <laughs> 今日知りました。さっき今知りました。本当 <laughs> ですか<ー>じゃあちょっと簡単にそのクライアの説明だけさせてください。はい、あの、こちらですね、ドイツ発祥の、まあ、ショットリキュールになるんですけれども、まあ、それこそその、まあ、 よくあるですね。えっ、ー、とまあテキーラとかイエガーとかコカレオとかそういうものに次ぐえっ、ー、とリクールになっております。で、そのクライナーに関してはえっ、ー、とそのテキーラ四十度とかあると思うんですけれども、これは二十ミリリットルでアルコール度数もまあ二十度前後で非常に飲みやすいというところからめちゃくちゃ今そのまあパリピ酒って言われてるんですけれどもめちゃくちゃ流行っていて、えー、公開された情報によるとまあ年間で六億本出てるって言われてます。 で、これが、その、欧州においての6億本になるんですけれども、まあ、格安さんとか、にぎたさんとか、そういう卸業者さんの担当者に聞いたら、まあ、日本も同じぐらい出てるんじゃないのかなというふうに言われているお酒になっております。僕がやりたいのは、これの、まあ、実際ですね、僕もこれを年間で500本ぐらい飲んでるんですけど、まあ、そこで見えてきた改善点とか、もろもろっていうものがあって、ちょっとビジネスプランとして持ってきました。で、やりたいものは、これの日本版、えー、まさにジャパニーズクライナーを作りたいなと思っております。 こういろいろ職業やられてるのは何でもできるよっていうふうに僕ら受け取った方がいいのか、はい、ちょっっといろいいいろろ続かないよっていうまあそれこそいろんなな経験をししししててききままたたがあの全部正直な話失敗してきましたでそれはなぜかっていうとあの僕自身が、まあ、当時すごくおごってたっていう部分があったり仲間を頼んなかったとか周りを頼んなかったっていうことがあったので、まあ、ちょっとお酒に救われたり。 今はもう分かってきたんですけど当時は分からなかったんで、えー、失敗してきましたし、まあ、今後に関しては、まあ、何か問題があったら仲間を頼るってことができると思いますんで今後に関しては大丈夫だと自分の中では思ってます。はい、というちょっと掘りがいのありそうな岩さんですが皆さんよろしくお願いします。お願いいたします。なるほどねこのタイガーファンディングへの志願に至った経緯っていうのはこれは触れちゃって大丈夫なんですかあ僕は大丈夫です。なるほど、はい、ちょっとここの説明をいただきたいなと思ってます。はい その前職、えー、とケーキドット JP っていうところの取締役になった時に、まあ、さっきお伝えしたようにちょっと自分自身にすごくおごっていたというのがあって、まあ、天狗になっちゃったというかで自分で事業を立ち上げた方がうまくいくんじゃないのかなと思っていたところまあ実際そんなことはなくやっぱその、まあ、うまくいった時もあったんですが、まあ、失敗の方が多くてでどん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 とまあ悪くなっていった時にもう手をつけるのが怖くなってしまったというか、まあ、当時はちょっと正直逃げてしまいました。 はい、要はその自分で会社立ち上げてお金の借り入れをしたんだけど、はい、それが返済が止まったままっていうことでいいですかざっくりそうですなるほどでその状態でここに出てきたということですね、はいはい、今経済状況はどんな感じですかよくないよくないですねどの程度月に支出がいくらぐらいとか返済あと、まあ、個人からの借り入れが正直多いので でそこに関してはしっかり返していくっていうスタンスを持っているので、うん、そこの返済額が多いですがままあ、暮らしてていいいいけななことははって形ではございますね、はい、さっきあの現在のお立場フリーランスですとおっしゃってましたけどフリーランスでで何をやっってらっしゃるんですか、はいえっと、不動産仲介とかあとは飲食業のマーケティングブランディングのお手伝いあとはその YouTube のプロモートのお手伝いとかそういった形です。はい さっっき言ったその借金がいっぱいあるっていうことだったのでまあがむしゃらにその返していくために仕事をしていかないとなっていうので、まあ、できることは何でも受けてやっているような状態ですそれ借金がなければレンジャー事務会長田中雄二キックボクシング3団体の元王者東京を中心にジムを経営不動産飲食業界への参入ネイルサロン経営の後バイアウト ップホップアーティストメジャーデビューの実績も持ち合わせるビジネス界でも勝ちにこだわる王者の参戦いかなる打撃を繰り出すのかそれ借金がなければ会社の経済状況は黒字なんですか会社としてやってるわけじゃなく、うん、まあその自分の私生活が保てる分としては全然黒字ですねで今回いい企画を思いついちゃったっていうんで一発逆転できたとまあいい企画を思いついたというか、まあ、常にやっぱそういう考えはあるんですよね まあどっかでここで当てないと自分自身がもう復活できないというところでのまあそうですねそういったところが一つ要素としてあるのは正直なところです。当てないとで持ってきたのはやっぱりそのジャパニーズクライナーなのでやっぱそのちょっと日本にゆかりがあるようなところからまあ,あのイメージを着想させて考えていきたいなと思ったんですね。でまずこの商品名なんですけどもえっとマースという名前にしようと思ってます。 なん、えー、でマスなのかというとあのこののっていううがあると思うんですね、まあ、ここにお酒を入れて日本酒ででマス酒として飲むっていうようなマスがあると思うんですが、えー、これをちょっとオマージュして、えー、マスという名前にしました、はい、でですねこのマスっていう漢字は、まあ、こういう漢字を書くかと思うんですがこのマス記号っていう文字なんですけども、はい、このマスっていう字があるじゃないですか。ここからかたどって 僕が作るジャパニーズクライナーのマウスはこういう真四角の瓶、えー、で特集して作りたいなと思っております、まあ、蓋を開けるとこんな感じですね実際にあのちょっと手作りにはなってしまうんですがあの模型として作ったのでちょっと見ていただきたいなと思っておりますこれが大体1分の1ぐらいのサイズ感ですねで模型になってるんでなるほど、ね、イメージとしてでになっちゃうんですか、うんうんうん、はい、はい、どうぞはい 思ったより飲みにくいかなと思ったけど、そんなこともなさそうですね。そうですね。あの、20ml です。はい。かわいいかあ、ありがとうございます。乾杯って。あ、違う。なんだっけ。いただきますか。あ、そうです、そうです。乾杯じゃないんだ。四角の方が確かに保管楽そうですよね。クライナーの瓶はなんか、結構細長いというかなんか、ちょっと平たいんで。 そうですね、はあ、保管もそうですしあと輸送も結構まあさっきお伝えしたようにこういうマースという名称じゃないですか。なのでやっぱり乾杯の掛け声は「いただきます」とか「行ってきます」とか、うんはい「ありがとうございます」っていうふうになるんですよね。うん、でちょっとイメージしていただきたいんですけども例えば合コンとか相席屋とか行くと最初のその男女初対面の時って「 なんか何とも言えない空気流れるじゃないですか。で、そういう時に、このマースを使って乾杯することによって、よろしくお願いしますみたいな感じでやったら、まあちょっと場が和むんじゃないのかなと、いうふうに思っております。うん、まあそれ以外にも、まああと、例えばキャバクラ、ホスト、あとはコンカフェで、うん、まあその駆け出しの子たちって、やっぱシャンパンとか注文とかもらえないと思うんで、このマースを先に注文してもらって、行ってきますとか、いただきますとかってなったら、 まあそういう駆け出しの子たちも盛り上がるしお客さんも楽しいしまあ注文も増えるみたいなそんなイメージでございますね。でえっとこういうさらに言うとこの四角こういう四角い形だからこそまあこんなこともできると思うんですよね。これクライナーじゃ絶対できないと思うんですよ。 こういう四角い形だからこそ積み上げて、うん、まあインスタ映えを狙って、ね、シャンパンタワー的な感じだ。あ、そうですか。本当、はい、好きっすからね、みんな。<laughs> そうですね。缶物ずっと積み重ねてますからね、みんな。<laughs> はい。今は。株式<で>は。じゃですよね。でクライナーも例えば生誕祭、女の子の生誕祭の時とかは、百本とか二百本出るんですよ。それをなんか机の上にバーって並べて、それをインスタに上げてありがとうございますみたいな感じで、すごくそのまあ。 映えるというかってなるんですけれどもこの四角い形であればもういろんなマイクラみたいにいろんなものが作れるっていうのとうあと皆さんその商売とかされてると思うんですけれども、まあ、商売してる人同士最初の乾杯でマースを使って乾杯しましたとって時にそれを縦に2つ並べてはいじゃあお互いマースマース繁盛でいこうかという。あということもできますし、うん、これをですねこうやって。 上に何個積み上げられるのかなみたいないいよ積み上げられますみたいな崩したら飲むみたいなそうです倒したら飲むとかもう一個追加で注文するとかっていう風に繋がるっていう形ですごい盛り上がるんじゃないのかなと思っておりますね割れない容器で作るんですねあこれはですねガラスでガラスでいくんですかはい。作ります大丈夫かななのでちょっとそこはな気を付けながら割れもそうですけどねあの形 しか普通の洗い瓶よりは今日は、ね、耐久性ねありそうですよね、うん、はいあそこに並んでる瓶たちは何ですかあのまあこれのこのビジネスアイディアってもうシードのアイディアというか種の状態なので、まあ、これからえっと商品を作っていくっていうような段階なんですね今現状あるわけじゃありませんで発案者は僕になるんですけれどもじゃあ僕がお酒を作ってきたかっていうとそうではないですしそこに関しては全くの無知ですで 今回ですねそういったところでいろいろとネットで探していったところジャパニーズリキュールっていうものを手がけてる人がいるというふうに、まあ、見つけましてでその人にアポを取ってお話しして今回このプロジェクトに全面的に協力していただくということになりました。でそれを手がけている山崎さんっていう方が実はあそこに真ん中にお座りいただいてるんですけれども。すごい、はいは 来てるのはすごい。山崎さんが作られてるんですかこれも。うん、はい。ってことですね。へえ<ー>。どうせ嘘だろって言おうと思ったもん。<laughs> あやだい大体志願者あるある、あのー、はい、僕はこの人を協力者ですって言って、協力してくれる確約もらってない説あるから、はい、連れてきてるのすごい、はいえー。山崎さんはどれぐらいリキュール作ってらっしゃるんですかあ、何年ぐらいえぇ、ー、2016年に創業しまして、ま8年と、いた<ー>。 ジャパニーズリキューガーファンディング衝撃の参戦。サッカーだ大学在学中に出版した「五体不満足」は今や誰もが知る名著スポーツライター小学校教員と業界の枠組みを超えて活動600万部超えの超ベストセラー作家として執筆を続ける多様性社会実現のために既存の価値観を覆す新時代の志願者を待つジャパニーズリキュールってことはどんな種類があるのか確かに まさにこちらになるんですけれども、ごめん、ちょっと見づらい。手前がエッセンス的なジャパニーズビターという。旨味とか、しそうとか、ぜひ。これちょっと、出しましょう旨味。う<あ>こう、これ、ね、崎さん、ちょっと来ていただければ。はい。そうですね。こっちらの手前の、ご作品が、まず創業して、すぐに。あの、リリースした商品で、もともと日本のフレーバーを世界にという、コンセプトで。えー、会社を設立しましてですね。ええー、と、この辺が。 うまみという、うん、まあ世界的な言葉でもあるようにこれは少しツイッターでバズりましてホレイモンことホレイさんのメニューも泊まりちょっと一応コラボさせていただいて、うん、ぜひ皆さん興味ありましたら後ほどんホレイさんもコラボしてるんですかあ一度、はい、コラボさせていただきましたねそれもあそれもえ リキュールなんでですすねねそうスポイトで飲むスポイトで垂らしてもらってデザートにバニラエッセンスとか垂らして味変をするのをそのカクテルバージョンでアイボールとかレモンサワーとかにこれでなんて1回入れて味変を楽しむそこは少しスライドさせましてより幅広い業種業態に突き刺さる商品を作りたいなということでよりちょっとリキュールになりますねこちらは。 500ミリ。どうことこれ水ならっていう日本の木を使った。よ、うん、もぎとブレンドした。あ、うん、とは柚子胡椒。ありそうでない辛い理系を作りたいというコンセプトで柚子胡椒を作ったりとか。えー、まだまだね、ちょっと広めなきゃなっていうところで。はい。どこで売ってるんですかこれは。 基本的に全国のあのちょっと感度の高いお客様が集まりそうな清浄石だったりとかの酒屋さんとか信濃屋さんとか売ってるんだ出回ってるよねはいもう売って回っておりますすごいじゃない普通に買えるじゃん信濃屋とかそう信濃屋さんでまさにこの前清浄させていただきましたほぼよく買いに行きます山崎さんのリキュールがすごすぎてなんかっていうかまあ今回山崎さんに投資ってことですかむしろこれ製造量は年間どれぐらいなんですかなんか 一期間とか一シーズンしか作れないとかじゃないですか。うん年間で製造可能量だと、その瓶で何本行けるんですか？こちらですか。こちらし五万本とかになってきます。あ、まあでも結構いけす,、ね、すごいですね。一日そうですね、千、ね、本は作れるあの能力は一応、えーえ。この今回のテーマになってるこのマース、はい、でいうとどのぐらいいける感じなんですか。まあ一日に二千五百。 あ、二万五千本ぐらい作れる計算になるんですかね。単純計算になってます。二万五千マースいけるということですね。そうです。いけマースですね。みんな適応能力高いな。ただこれが規模が大きくなっていって、まあそれこそ工場でとかなってくると、もっともっと増えるって形ですね。はい。今その山崎さんの会社を介して作るんであればっていうことですもんね。そうです九千万本も作れますからね。山崎さんの会会社で一年間で。そうですね。すごい単純に。これはなかなか。 まあ、クライナーが6億本だからってことですよねで目標が1,000万本そうです, 1> 1, うですなるほど、はい、で1,000万本作るとどんだけの売り上げになるんだ1,000万本で28億の売り上げになると思ってますで利益が2.8億ぐらいそうです280円であ、はい、下代で売ろうと思っておりますんで、うん、価格は結構適正ですよ、うん、ああそんな感じですか <laughs> 悪くないですね クライナー自身がだでしょっとりそれこそいろんなお店の方にまあ提案したんですよこういったものを作ろうと思ってるんだけども仕入、まあ、れるそういう考えはあるのかって聞いた時にやっぱその350円とかそれ以上超えちゃうときついと。で280円で僕たちはあの格安さんとかにぎたさんとかそういう卸会社さんに卸していくんですが、うん、そこが30%とか乗っけるんですね。な、うん、なので最終的な状態としては 340円とか、そんぐらいになると思ってます。うん、はい。で、もしよろしければ、あの、それこそですね、山崎さんが手掛けたこのお酒を、まあ、その、回すように、ちょっとリブランディングして作っていこうと思っておりますんで、うん、もしできたら、試飲とかしていただければと思うんですが、いかがでしょうか、うん。え、一番だから、その、回すに入れそうなお酒をください。確か,に確かに。えっと、それこそ、梅しそうになりますね。うん、これストレートで飲みやすいやつですよね。ストレートで飲みやすいやつです。結局。はい。 マウスにこれストレートを入れるの薄めないいやでもマウスだからストレートっぽい感じで薄めるは薄めるんですけどあ薄めるんですか薄めるっていうか味をちょっとそのマウス用に変えるって形ですねこれはあくまでも割り物とかああなるほどねそういったものになりますんでなんで今よろしいでしょうかはい飲めない方がお二人ほどいらっしゃい飲めないですけど匂いだけ嗅ぎますわかりました飲めますありがとうございます 親父に刺さりました、ねあ,うんまあダジャレが好きだからねでも,私も好きですう新たなショットリキュールを流行らせたいと語る志願者事業計画を読み解く序盤戦虎たちの心を射止める決定打を打ち込めるか一体どこ転がる 新ロキャブフランチャイズ加盟店大募集詳しくは概要欄からこちらがですねあの梅としそうわすごい完熟の和歌山の完熟梅とおお<ー>かなり梅しそうこれは確かに割らないとすごそうだね <laughs> そうですねすいませんちょっとソーダ水とか、うん、ですよねカシスっぽいジャパニーズカシスって結構説明したりするんですけど、うん、これはスパークリングワインだったりとかちょっと舐めたけど美味しいっすね うん甘いあまい行く前に聞きたいんですけど、うん、これアルコール度数何度ぐらい？こちらが二十パーセントです。うん、あじゃあこのぐらいの強さを避け？あまい。そうですめん二十一パーはいそのぐらいです。え美味しい？いただいちゃっていいですか？え美味しい！

こちらのボックにあの大量必要がある匂いがすごいね。確かに柚子胡椒もう一度言いますけどめちゃくちゃ辛いですからね。そのままの。はい。いやすごい。もちろんです。はい。はい。ました。これちょっと水入れようかな。そこまで辛美味しいですね。辛いと後から来る。これ確かに炭酸で終わったらうまいな。まそうだよね。えいいよこの辛さ。うん。 これでも美味しいですねこれ水で割っても辛いこれほんとトニックウォーターとかジンジャーエールに割るとめちゃくちゃうまいでこれは美いしい確かなんかものすごい辛いウォッカのあの軽口のジンジャーエールを割った感じですねあれねこの喉にくる生姜の感じがしょうがじゃないのにビリビリくるやばいですね とあとは唐辛子、以上でそう唐辛子使ってますこれ美味しいっすねこしうじゃないんですねですよ。やっぱねクライナーのちょっと若干外国リキュール風なのはちょっと感じますよねライチとか美味しいんだけどちょっと美味しくないのは美味しくないからねそうですね でもすごい面白いですよね面のつけどころはクライナーとか外国産のそういうショットリキュールって添加物いっぱい入ってるんですけどもこれに関してはもう完全無添加ですあっそうそれめっちゃいいじゃないですか腐らないです腐らない糖度とアルコール度数がある程度高いとやっぱりそうですね保存できるのでアルコール度数何度ですか この柚子胡椒の二十五パーセントですね。こっちは。こっち、何そうですね。二十一パーセント。はい。で、クライナーもそんなもんですか。クライナー大体二十パーセント前後なので。そう。同じぐらいなイメージです。あ、じゃ、あテキーラより全然低いんですね。そうなんです。だから、アルコール度数、十五度って書いてあるの。十五度から二十度ぐらいです。はい、はい、はい。なので、女の子も飲みやすいし、まあ、一本あたりの単価が高いんで。まあ、お店的にも、まあ、嬉しいかなと。ちょっと、いいんじゃないの。 株式会社組織の左腕株式会社通販の虎代表桑田流星 o s s 事業で培った緻密な人材育成経験をもとに生み出す感情と仕組み化を掛け合わせた組織の左腕日本中に眠る驚きを忖度抜きで販売する通販の虎主催圧倒的爆発で培われたトーク力で見せるうルうン不屈の魂で挑戦し続ける歌舞伎町のウォルト・ディズニー最高到達成は今だ青天井ちょっ いいいじゃないのこれはでも桑田さんグッときそうだよね、うん、一番ねテーマ的にどう,どうなんですかお店とかで、ね、何千本どころじゃないんですよ下手したら歌舞伎町で奥はけてんじゃねえかなみたいなぐらい毎日みんな並んでるんですよブワッつってこれはつネクスト確かにね、はい、ショットゲームになるかもしれないですね。で僕が手掛けたいこの マウ、まあ、スに関しては、まあ、3つの「タイ」を大事にしたいと思っていて、まあ、何かっていうとまず「飲んでみたい」まあ、こういう特殊な味があったりとかして「飲んでみたい」っていうのとあとやってみたい積み上げたいとか遊んでみたいとかあとは SNS とかに投稿したいでこの3つをまあ賄えるというかしたショットリキュールっってていいうののは他にないのかなかと思ってますこれでも本当にあにビジネスプランとしては面白いかもね <laughs> ちょっとワクワクする。 ワクワクするけどなんか岩井さんを信用できるのかみたいな領域にも入ってきましたね。そうですよね。はい。志願者の商品が生み出すエンターテインメント性。その可能性を探る前半戦。虎たちからの意見を受け止め、志願者は一体どう戦い抜く物語は後半戦へ。議論は 新たな局面を迎える。うん、あとは多分その物が良くても広まるかっていうとまた違うじゃないですか。そうですね。うん、はい。多分このレセプションやってインフルエンサー呼んで、まあ当然あのどんどん上げてもらうっていうのもいいのかなと思うんですけど、はい、どっちかというともうめっちゃ物はいいじゃないですか。あ、はい。だから味美味しいし、えこれいけるねみたいな感じの空気だけど、うん、多分ここがもうちょっと詰めないと。うん むしろ多分ここは9割売れるか売れないかって、うん、味って多分慣なれるから、はい、だってテキーラも別にクライナーも別に美味しくないけどなんか常にあるしみんな飲むものだなと思ってるから頼むわけじゃないですか、はい、だからその領域までにどうやって持っていけるかみたいなのがちょっと弱い多分これだけだと、はい、だからここもうちょい冷たいですよねあのまずはこれを作ったらですね、まあ、僕がもともと下北沢で10年ぐらい住んでいたんですけれどもその下北沢に円弧あるお店 でまずは下ろしていきますで、ま、さにですねそこに座っていらっしゃる方が下北沢で10店舗近くバーをされているオーナーさんなんですけれども、はいまあ、今回ちょっと仕入れていただけるっていうことになったのでちょっと是非見学に来ていただきたいなと思ってやってるんですがまずそこでテストマーケーしていきながら、まあ、ブラッシュアップしていきます。でのと同時に やっぱりですね、あのニギータさん格安さん歌舞伎町でその流行るお酒っていうのはどんなものかどういう風な風潮があるのかっていうのを聞いたところ、まあ、誰が飲んでるかとかやっぱちゃんと流行ってるのかどうかとか、まあ、そういったところがやっぱ歌舞伎町でで流行る要因だそうですね。実際にやっぱりお店の、まあ、それこそ,その、まあ、店舗のスタッフの子女の子だったりとか男の子だったりとかっていう力が結構強いと思うんですよ。はいなので ま、ちょっと今考えているのは、まあ、いくつかある中の一つなんですけれども、まあ、こういうポスターを作って、この下はもうフォーマットで固定なんですけども、上のやつに関しては、まあ、お店側からスタッフの子たちとか、はい、写真を、ま、潜在写真もらって、で、僕たちが加工して、無償で印刷して、無償でお配りすると。で、それが、ま、店舗とかのこういうところに貼ってやったら、あ,あ、何にちゃん、なんかポスターになってんじゃん、かわいいじゃん、みたいな。 え、こんなのなんか押してるの？じゃあちょっと注文してみようかな。みたいなって形で一番最初に飲ませるっていう、えー、そういう風な誘導をしたいなっていう風に思ってますね。まあでも、まずそもそもその店のオーナーが置いてくれるかですよね。そうです。そ,そこはそこに関してはまずその下北沢でまいろいろテストマーケティングしていきながら足でまずは稼いでいくしかないと思うんですよね。これって本当にそのまあ、新しいものなので、それを広めるっつうのはやっぱりその文化を作ると同じことだと思ってるんですよ。 でも最初はもう愚直に走り回って営業して、まあ、実際に進めていく,のいくしかないのかなと思っています、まあ、桑田社長が、ね、いらっしゃるんでね聞けるんじゃないって思うんですけどま <laughs> あまあちょっとねポップのアイディアは僕は今の時代に全くそふわないなって思うんですよね<ー>やっぱりこう今のもう店舗の内装やっぱ奥かけてるんでやっぱちょっとチープなポスターは貼らないですね。 そうですねこれはそのホストとかキャバクラとかじゃなく、うん、まあコンカフェとか小さいバー、はい、まあそれこそゴールデン街のバーとかそういったところのイメージですねねそそこ発信なんです、ね、えっとそうですすうまずは、うん、でもねここまでお話をお伺いするとちゃんと格安さんにリサーチかけたり、うん、ガラス業者何社も当たって、ね、相場感聞いたりとかすごくここまでやれることをやった上でこちらに来てるんだなっていうのはなんか感じられますよねすだからなんで逆に過去そんなできるの失敗してんだろうなと思っちゃって。 確かにね、うん。このクライナーが広まった理由って、はい、うまいよ。普通にうまいですね。うまいです。めっちゃうまい。うまっ。このクライナーが広まった理由って、はい、完全に競合分析できてます？えっと、まあ僕なりの分析にはなるんですけれども、はい、クライナーっていうのが2017年に日本に上陸しました。うん、で、もとドイツを中心にまあ欧米で流行っていたんですね。 でその DJ のまあイベントとかそのパーティーのシーンとかで、えー、とどん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 プロモーションを仕掛けていってでかつ当時はテキーラと、まあ、イエガーとコカレロが主流だったんでそれに比べてまあ可いい瓶だしでかつまあアルコール度数も少ないしというところから流行っていったイメージありますね。あとそそれこそ並べた時に、まあ、すごくインスタ映え するってところから拡散して、あ、じゃあ私もそういうのやりたいと生誕祭が近いからって形で、そのどん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 伝播していったのかなというふうにう。なんかそれも間違ってないと思うんですけど、はい、どっちかというと足で稼ぐって言うんだったら代理店の調査調査ってしたんですか？このクライナーとか、この例えばお酒販売する会社って絶対代理店あると思うんですけど、はい、それがどれぐらいあってどういうその販売経路で広めていったか調査ができた方が。はい ななんか現実的だなと思って、はい、私だったらどこのタイミングでクライナー仕入れましたかっていうのを聞きますけどね <laughs> あの桑田社長とかに。いつから仕入れましたなんかそれはすごい気になったこれ面白いビジネスだと思うんですよね。はい、だからなんかどうやったらうまくいくかなってすごい考えてたんですけど、うん、ありがとうございます。いいいつかからららりまししたたた気づいたら蔓延してんだだよねコロナみたいにに、うんうん、<laughs> 本当にだからもう やっぱりそれはプレイヤーたちがもう今流行ってるもので察知する能力がめちゃくちゃ高いんであれ仕入れてくださいって言ってもすぐ吸い入れてるっていう感じなんでじゃあそれどこでキャッチしてるかっつったら やっぱり自分が憧れてるその自分より売り上げのあるホストだったりキャバ嬢だったりっていうところなのかなっていうだから結局上のセレブっぽい人たちから降りていくっていうまあそうだなだってアルマンドだってビヨンセからですからねううそうなんですよ全部そういう発信になってるような気がするんでそこのキャッチアップしないときついんじゃねえかなっていう広がり方は感じるんですよね何か、はい、ここがもったいないなと思ってて 結局、マースのなんかブランドイメージがあんまりよくわかってないんですよね。で、なんか手作りでしょう、もうし,しょうがないんだけど、はい、やっぱロゴだったりとか、まあ、せめてなんかこうイメージカラーだったりとかあったら、もうちょっとなんかスッて入ってきたかなっていう。こっからめっちゃダサいの作られたら流行んねえやんってなるし。うんえー なんかこう夜の世界になんか受け入れられそうなデザインなのかなとかもあんま分かんないかなっていう、うん、ど,どうですかねそのデザインとかはデザインに関してはあの僕のセンスよりかはエンドユーザーを主体にしていろいろヒアリングしていきながら決めていきたいと思ってますデザイナー絡めて。 はい、でもやっぱりさっき岩井さんおっしゃってたその積むことでより映えが増すっていうこととお店側としてはね桑田さんさっきおっしゃってたようにこう容積効率がいいっていうところは、うん、管理としてはすごい楽かもしれないですね。 確かにこれでピラミッドとか言ってるやつの想像はつきますよ。うん、<laughs> したらですね、うん、ちょっともしよろしければ、桑田社長一緒にピラミッド作っていただきたいどういうこと。あ、ちょっと体感していただきたいなと思ってるんですけど。<laughs> 長くなるんじゃない <laughs> よろしいでしょうか。はい。いちょっと。終盤にそれ大丈夫はい。<laughs> ちょっと一緒に。意味わかんねえ。<laughs> はい。 もしかして現役時代を見れるんですか？社長のんな年じゃないんで。まあいっぱい注文が最初からまあこんな感じで作る。確かにね。ちょっと積み上げ一緒に積み上げていただきたい。一緒に積み上げる。はい。一緒に積み上げるね。まあいここまでイメージ湧くと思うジンガのプロだからねこれは。あ本当ですか。でこうあこれちょっとちょっと足りない足りない。二個足らない。足りな足りないね。あ二個あるよ。これカーで注文いただけないですか。なるほど。ああ。 そういうことでいいでしょうか。追加2個だけあれば OK。はい。あ、すみません。マス追加で2個注文入りました。追加で安いってことね。はい。なるほど。あ、ご注文ありがとうございます。あ、今回も女の子たちが来ました。はい。追加で注文いただいたんで、こちらにこちらに、はい。ご注文ありがとうございます。ありがとうございます。早く振ってやれよ。そういうことで。じゃあ一緒にちょっと作っていただいて。 はい一人でねあ一緒にあじゃあなんか掛け声あるんですかあじゃ行きますよ一緒にはいじゃ行きますでお願いしますたせえ行きますあできたあできたよいしょなんだこれなんでこの <laughs> すごい、ず、なんか、あそこでちらっと見えたから、<laughs> あ、なんか、次の週の朝、その、早いなあと思ったら。そういうことね。そうです。ずっと待機していただいてたんですね。<laughs> すあ、ごで労。ご苦労。はい。 どちらの誰なんですか歌舞伎町…新宿歌舞伎町にあるアイドルチェというコンカフェからやってまいりましたピオと申しますあ、モかですよろしくお願いします邪悪な匂いがします <laughs> <laughs> 実際この店舗でもまあ結構な数のクライナー出てたりとかああね、はい、そうだよやっぱ盛り上がるんですねこうやってやっていただくとはい。 そえっすかたでやっぱ楽しいですしクライナーだと積み上げることってできないのでやっぱ平面なんですけどこれすごい新しいなって思いましたすごいプレゼンも上手ですねありがとうございます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 この瓶の形本当に作れんのかな えっと、ここまで角があるっていうよりかは、まあ、もうちょっと丸くはなるんですけど一番ネックなのは蓋の部分ですね蓋を全部ガラスにするっていうのは基本難しくてっ、ね、やっぱ密閉度が足らなくなるんでんなんで、まあ、こういうアルミの蓋にガラスをくっつけて、まあ、対応するかもしくは蓋の部分だけアクリルにしようかなと思ってます、はい、あーなるほどはいアルさんここまでどうですか そうですねあの皆さん、ね、<laughs> 皆さんがいいこと言ってるんでずっと私もそうだなと思いながら聞いてたんですけどあのー、結構このクライナーってラムホームスアライトサービスインク代表桐原隆 GP ポテティメロッパ DMCI ホームズの営業職外国人として初採用社内ベンチャーとしてラムホームスを設立販売実績は2000ユニット超え8年連続受賞と快進撃マザルナを DJT キャッシュフィリピン全土の音楽イベントをぶち上げるフィリピン不動産の開拓者志願者の可能性をいかに開発する 結構このクライナーって、そのいろいろ過去にやっぱ流行ってるから試された方、この挑戦された方が多分何社もいて、皆さんうまくいかなかったと思うんですよ。はい、で、そのある会社は相当そのお金も投資してえやったんですけど、やっぱりその広め切ることができなかった。なので相当難しいし、相当その険しいんじゃないかなと、道が、と思うんですけど、どう思われますか そうですね。あの、ま、あ自己分析になるんですが、ま、あこの商品、このマースに関しては、ま、あその味もしかることながら、え、この形。 で、積み上げるとか、インスタ映えを狙えるってところがあると思いますんで、まず皆さんやってもらった時に、さっきその桑田社長に体感していただいたと思うんですが、まあ実際に積み上げて、ああいう感じで盛り上がったら楽しいと思うんですよね。で、それを周りが見て、あ、なんか面白そうじゃんって形で伝播していくのが、まあ一番いいと思っております。で、それは他の他社にはない強みなのかなと思っておりますね。そこでクライナーに近づいていくってそのその手法でクライナーに近づいていくっていう。 そうですね。まあ、あの、ね、クライナーと喧嘩するわけじゃないんですけれども、まあ、それこそそのショットリキュールって文化を一緒に広めていきながら、まあ、あの、それこそ、今後、世界展開も狙っていきつつっていう形ではありますね。はい。 これ2,000万じゃないですか、はい、希望金額が。はい、で全額このタイガーファンディングからの調達ってことなんですよね。はいなんですが、うん、実はですね、まあ、口約束ではあるんですけども独立系の VC の社長さんから、えー、だいたい3,500から4,500のレンジあとは、えー、個人の投資家エンジェルの方から、まあ、1,000万の投資っていうものは、まあ、お約束頂い,いているような感じです。でそれを合わせて まあその金額っていうものは、まあえー、その広告宣伝費とかに、まあ、使っていきつつ、まあ、経営をしていこうかなと思っておりますね、うん、そ,それはその方々もこれまでの負債のが焦げ付いてしまっているということは伝えた上で伝えました、はい、でも仮に出たとするじゃないですか、はい、その全部で今のだと6000万7000万ぐらい出るわけですよねそうですねで受講資本ゼロなわけですよねはい えっと株とかどうなるえっとまず新しい会社を立ち上げてえ多分例えばですよ5,000万の出資があるとしたら多分その会社立ち上げたばっかりなんだけどバリエーションを1億にして5,000万の第三者割当増資でただちょっと33.3%がちょっとでかいかもしれないんですがまあその事業形態を見ながらそこのバランスを税理士さんとまあ相談していきつつまあエグジットを見越して えー、まあ資金調達していこうかなと思っておりますね。自分は何パー持つき最初？えっと自分はですねその山崎さんと一緒に会社立ち上げると思っていてまあ70パー30パーみたいな形で今話し合いは進めております。うんまあでもそこにいわゆる資本が入るわけじゃないですか。 VC とか、ねはいえー、タイガーファンディングもこれ多分株になるんですかねわ、うん、かんないですけどっ株のパターンと,、まあリえー、とそれこそその倍になるまで利益の何を配分するというようなに、うん 2>, えー、2パターンで考えてますなるほど、はい、まあいずれにしてもじゃあ VC の場合は確実に株ですよね、うん、そうですそれ100%の中から何持ってかれる感じなんですか3500万でなのでその第三者割当増資で考えておりますんで <laughs> まあその、まあ、1億円のバリエーションっていうものを、まあ、概算として見越したときに5000万っていうものが追加したら合計が1億5000万の資本になる、えっと、資本金になるじゃないですかっていう形でそこからまあちょっと目減りしていくって形ですね自分のパーセンテージが。うん、自分も3割ぐらいになるってことですか、ねえっと、その1億だっ まあ仮にそのバリエーションが1億だったとしたら、まあ、自分が70%、30%なので、まあ、7000万っていう形になると思うんですよね。で、3000万っていう形になると思うんですけれども、まあ、言ったら50%は切らない形ではあると思うんですが、まあ、50%、50%は切まあま、あい,いや、仮に資本金、いくらで作る気ですか、はい、資本金は今、ちょっとお金がないので、100万で作ろうと思ってます。はい、なるほど、はい。70万、30万で作ろうと思ってます。100万で作って、それを70万、30万ってことですよね。そうで,すで、それが1億ってことで100倍になってるってことですよね。 そう,ですそうですよね。はい、でそこに3500万突っ込むってことは普通に考えると1億に対しての3500万だから、まあ、ざっくりね 30%35%、はい、ぐらいは取られるってことですね。千まあ、1億円に対してのそうですね30%前後い取られるってことですから。はい まあ,あととはその山崎さんとの話し合いででって形ですねこれも決まったものじゃなく、まあ、随時随時その相談していきながらっていう形ではありますんで、うん、まあ最初に例えば80%で20%だったらまあ50%切らない計算になるんだったらそれでいきたいと思ってますし。 大丈夫ですか山崎俺そんな少な少いのっってちょっと思いやなんか普通にその口約束っておっしゃってるんで、まあ、そこは信用するしかないんだけど、はいね、自己資本が100万しかない人に対していかにこれが面白いとはいえ、はい、3,500万をその1億のバリエーションで出してくれるのかなそこまでの話もしてるんですかもうこれ 完全シードで物もないですけど1億のバリエーションつけますんでよろしくみたいなことまで話してるはいあの伝えておりますそれで出すと言ってる出すと言っていただいてる感じです、ね、なるほど、はい、でも契約書はまだですよね契約書はまだです正直は普通に考えたらないですね、うん、いやごめんなさいねちょっと失礼かもしれないですけど、うん、株式会社ピナイ,インターナショナル代表茂木哲也会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却 日本初のフィリピン人専門家事代行サービスの運営事業拡大は止まらない外国籍人材で未来を変える連続起業家のトラが志願者のマネジメントに切り込むいやごめんなさいねちょっと失礼かもしれないですけど、はい、えっとすごくプレゼン、はい、面白かったです。はい、で山崎さんのお酒造りの,あの実績もあるので、はい、なんかすごくこうワクワクするなと思ったんですけど、はい、これ瀬名さんも言ってたけどぶっちゃけここまでは。 実はちょっと頭が切れてちょっと口がうまい人だったらいけるんですよ、うん、ここまでは。はい、でここからもの実際に作って売るところが本当に大変でここやりきれるかどうかっていうのが全てのビジネスのもう肝なんですね。はいうん、でここをみんなやりきれないから大概の人は失敗するわけ。うんうん、ここまでは、ね、大体いけるんんですよ、はい、皆さんでそうなってきた時にうんまだ物もない。 っていう状態で3500万出してくれるっていうエンジェルがすげえなとも思うし、本当かいなとも思ってます、うん。まあそれも友達なのでっていうところあるかもしれないんですけどね。まあ応援価格みたいな。はい、あ、でも逆に友達で3500万出してくれる人がいるってこと？そ,それもすごいね。はい。まあ友達でっていうかその独立系 VC の社長さんなので、3500ぐらいだったらいいよっていうそんな感覚でした。言ってたのは。じゃあもうすごい曖昧な口約束。 えっとまあそうそう捉えてしまってもそうかもしれないんですけどもそうかもしれないはいただまあ結構その後から、まあ、リレーションは重ねていってコミュニケーションので令和の虎にも出るんですよっていう話をしたりだとかまあ実際にその3500万だったらこういうふうなイメージですかねっていうのを伝えてもらった上でまあ向こうからはいやその話はなしでっていうのはなかったので 何千万って単位もこのレベルの規模感だとどうなのかなって思うしただ逆にその下北沢とかその街でもうジャパニーズリキュールの一機みたいな感じでやるんだったら。 ワンちゃんもあるのかなっ多分、ブランディング的に気になったのか。エクシア株式会社代表・宮本セラ業界初の低額生、短さと高い効果を兼ね備えた。ホワイトニングをフランチャイズ展開。店舗数は日本一。スタッフ一人一人と向き合い、ブランド化する育成論で他を圧倒する。ホワイトニング。火曜休日の令和の女帝参戦。志願者の秘めたる思いを引き出し、輝きに目を光らせる。で、多分、ブランディング的に気になったのが、はい、下北でまず広めるんだったら、歌舞伎町じゃない気がするし。 ななんかか全然違うじゃないですか街がだからど,、うん、そのどっちの,そのカルチャーに染めていくかというかそのキャバ嬢の方たちとかホストのキラキラみたいな感じとはまたちょっと違うサブカル系の街じゃないですか<う>下北って。はい、でそっちで広めていくんだったら多分そういうブランディングだし。 で歌舞伎町でやるんだったらっていうのがなんか多分ちょっと混ざりまくっちゃっててってなるとこういうインフルエンサーとか集めたとしても訴求が多分ばらけすぎてなんかそこももうちょっと固めた方がいい気しますね。なるほどこういうい人にっていうのがあった方が、はい、ていうかそういうのがないともう今時のあのちょっとフォロワー数いるキャバ嬢の子とか。 多分絶対飲まないですね、うんうん、自分のメリットにならないとか自分の訴求してるインスタと合わなかったら、うん、あの案件ででもももお金数万もらっても絶対やんないです、うん、関西コレクションにこれをいっぱい出した人は出れますぐらいのなんか持ってくるとかしないといけないってことは、うん、とかインフルエンサーをさっき使うって言ってたけどめちゃめちゃ高いんでめちゃくちゃゃく高い <laughs> そうですね。対しその仕上げてきてる人ほど自分の世界観崩したくないから、はい、街が違うってなったらもうその時点で下北で広まったものって時点で多分歌舞伎町の人はやんないですね <laughs> その下北沢っていうのを最初に出させた理由としてはやっぱそ資本があったら、まあ、もちろん歌舞伎町や六本木っていうところから攻めていきたいんですけれども、まあ、そのキャッシュフローをいろいろと試算してみた時に。 まあ、まずは、お金かからずに、自分の縁故で広めていけるっていう自信があるのが下北沢っていうことだったんで、そうやって書かせていただきました。ただ、まあ、その瀬名社長がおっしゃるように、まあ、そこはすごく大事だと思いますんで、まあ、あの、作りながらちょっと考えていきたいかなと思ってます。結局、月何本出れば、損益を超えるんですかまあ、それもですね、まあ、その人件費にいくらかけて、とか広告宣伝費いくらかけてっていうのはなると思うんですが、 まあその原価が大体140円から190円ぐらいなんですよでそれを僕たちはその卸業者さんに280円からまあ300円いかないぐらいで売ろうと思ってますんで、まあ、そこら辺をまあ見,見越していきながらって形ですね、うん、で結局、まあ、100円ぐらいじゃない1本売るとそうですねままずは7万本以上ですねまあこれ例えばあのこの月、ね、いや月7万本 まあもちろん行きたいんですけど、これ、えっ、ー、と、10万本発注するのに、まあ大体1500万ぐらいかかるんですよ。うんうん、はい。で、なので、この10万本が、じゃあ仮に280円でばけたとしたら、まあ2800万じゃないですか。はい。じゃあその浮いた分の1300万を使って、その人件費だったり広告宣伝費に当てていくみたいな感じですね。だこれが、毎月毎月発注するとかじゃなくて、少なくなったら発注するみたいな。 うん、でもね、はい、でもね人件費っていうのは毎月かかるのよそうですね、はい、倉庫代も毎月かかるのよ、はい、固定費っていうのは毎月かかるから、はい、その10万本を何ヶ月で履けさせるかその回転率をある一定にしないと利益はいつまでたっても出ないわけ、はい、だから何ヶ月で見るかなう、ねはいうんまあ、すすいませんこちらの資料になっちゃうんですが、うんまあ、いろいろその広告宣伝費かけました人件費かけましたっていうので、えっと、利益が出るのが16ヶ月目です。 えー、大体8か月目で完成したとしてっていうこの試算になるんですけれどもでここにはさっきお伝えした800万かけて広告宣伝費当てるとか、まあ、月に100万かける、えー、月もあったりとかっていう形の全部入れた上での話ですねなるほどで10万本作るの10万本は最低ロットですかはいなるほどで1500万かかるんですかねそうです入れまし、あ、結論2000万では全く足らないですそうですねはい、はい、多分3000万でも全然足らないです、はい この一番下のキャッシュフローっていうところの欄があると思うんですね。ここでは一番マックスのマイナスが5600万までいってます。うん、なんで金額的には6000万は必要なのかなっていうような資産ですね。そうですよね。はい、まあそれが先ほどおっしゃってた口約束だけれどもっていう部分が得られればまあ届くかなっていう。そうですね。そうなるとここでオールを取るためには実は6000万で持ってくるか、はい、その… VC との契約ができてます前提で残り2000万あればキャッシュフローも回るんで出してくださいの2択しかないんですよなるほど。今って、はい、要はここでオールになったところで VC から金出なかったら多分この計画絵に描いてお持ちになるので、はい、あの結構なんか果てしなく条件付きみたいな感じにならざるを得ないかなという気がすねそ、うん、そもそもなるほどうん まあ小ロットでまず作れないっていうのがまず一つハードルが高いんですよね、うん、そうですねこ、はい、こは山崎さんはやっぱそういうものなんですか10万本ぐらいがミニマムかなって感じなんですかねそうですねやっぱりアラスの企画品っていうのが一番ネックですよ <laughs> パッケージの問題があるんですねめっちゃ特殊ですからねこれ確かに確かに本当に作れるからもうわからないです僕はうん。序盤戦の空気から一変プレゼンテーションを経てドラたちの心を掴む志願者 流れが変わり始めたタイガーファンディング迎える最終局面でいかなる答えを導き出すのか思いついたのはすごですねリライブシャツというシャツなんですがさあそろそろお時間になりましたので、はい、皆さん最後に一言お願いしますラストステートメントですはいえっとこの乾杯っていうものは ま、あそれこそ友情とか愛情とか、あとは親睦を深める行為だと思うんですよね。で、この乾杯っていうものがもっと盛り上がれば、もう社会が活性化すると思っております。なので、あの、この活性化させるために、そこはもう一生懸命頑張り回すので、よろしくお願いします。<laughs> まあまあ。<laughs> 大丈夫今ので。<laughs> すいません。はい、最後こんな感じで。<laughs> 絞り出した回すやったけどな。<laughs> はい。<laughs> はい、はい。では、後ろの壁の方も聞きください。<laughs> はい それではファイナルジャッジメントタイムです <noise> はいそれではただいまより最終決断に入ります、えー、お直りください、はい、<laughs> では1幕有事社長お願いしますはいえー、とこのねプランとなんか なんだろうこのものアイディアとか山崎さん出てきたりものすごくいいしあの美味しいしなんかワンチャン流行るんじゃないかなとなんだけどちょっとその売るための営業のそのスキームの脆弱さがちょっと拭えなかったんでただまあワンチャン行くかもしれないっていうのと応援も込めて100万円だけありがとうございますありがとうございます では桐原社長お願いします。はい、ええー、私は二百万円です。ありがとうございます。はい、ええー、まずそのプレゼント、プレゼン資料、そしてそのやっぱこうこのビジネスに対しての思いがすごい伝わってきました。 えただですね、やはり今回のこの、えー、こちらは多分1億は必要かなと。多分その、スタートで多分1億で、今のままのこの予算でいくと、多分途中で多分終わってしまうんじゃないかなというのが、ちょっと私の思ったところです。えー、ですのでですね、私がそのアドバイスするとしては、えー、ぜひその強力なパートナー、本当にそのもっと1億2億、もっとその、 出せますよ出したいですよっていう方をまず見つけて一緒にやっていくのが多分成功の近道なんじゃないかなと思いました、はい、頑張ってくださいありがとうございますありがとうございます瀬な社長お願いします、はいえー、私は100万だけ出します <laughs> 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 笑わないように <laughs> ちょっとれレテよを混てちょって <laughs> <laughs> まああの、まあ、何て言うかな絶対今のままじゃ無理じゃないですか正直だけどなんかなんか面白そうだなと思ったんでまあまずはあのどれだけあの必要試験集めれるかなだと思うんで、はい、いろいろ条件付きっていうかいろいろやらなきゃいけないことあると思うんですけどすごい美味しかったし面白かったのでなんかちょっと乗ってみたいなっていう気持ちで100万円です、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。では、詳しは出しましょう。はい。500万円出します、うん、<laughs> ありがとうございます、はい、いや、全然足りないと思うんだよな、まだ。うーん。はい。いやー、非常に夢があるんですけど、うーん、なんかいっぱい冷たいなって思っちゃったかなっていう。そこまで、なんか全額出そうとには至れない理由が多々あります。はい。まあ、本当に。 ちょっと大相談しながらって感じですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、希望金額二千万円のところ、ここまで九百万円出ています。残り一千百万円となりました。では、本木社長、はい、お願いします。すみません、ゼロです。おーおー <laughs> いやー、ちょっとね。迷いましたというか、えっ、ー、と。あの最初入って。 来た第一印象の100倍ぐらい心持ってかれてます、はい、あのいいなと思ってます今はい、はい、すごい好きですただまあ2000万円に対してまあ100万とか今僕がここ多分積んでもそれでオールとかいう話でもないだろうなっていう中でまあ僕は正直桑田さんがいくら積むかが勝負かなと思ってましたこのテーマ的にははい、うん もうちょっと少なく持ってくるっていうのもあるしあのオールになりたいのであればっていうのだったらもしかして結果はだいぶ違ったのかなという気はします、うん、1000万だったら違ったのかなとかいうのはありますし、はい、まあちょっとその辺はね、はいうん、でしかも2000万だったら足りるビジネスだったらいいけどこれ2000万でも足りないわけだからまあちょっとその辺のなんか戦略の作り方はあったのかなと思ってて。はいうん っていう感じはしましたけど、はいはい、まあでもあ,あのー、なんかそうですね VC からたくさんお金集まって無事始められたらすごくいいんじゃないかなと思いますはい、はい、すいません力すはい今日の虎の,の中で多分このビジネスの成否を一番精度高く予測できるのって、まあ、やっぱり小田さんなのかなと思うんですけれどもそうですね僕もそう思ってます小さんから見て あとこの要素があれば俺もうちょっと出せたのになっていう。いやもう製造は完璧な気がします。マーケティングじゃないですかね。うん、こっちじゃない、こっちがないとやっぱ広がる目処がわからないですよね。うん、それがなんか僕のなんかオールにならなかった理由かな。全然乗れてたんですけど、うんはい、本当に VC がいなきゃとか、あとは瓶作れんのかとか、うん、まあ今後だからその航空費いくら踏むのかとか、うん、なんかいろいろ見えなすぎて、 で今ちょっと条件付き出そうかなと思ったんですけどうーんみたいなっていうことはまだ迷,い迷っちゃうレベルかなって思っちゃいましたうんすいませんはい、はい、というわけで今回希望金額に達しませんでしたので、はいえー、ナッシングということになりました、はいはい、感想はどうでしょうかそうですねあのすごく貴重な場面をいただけた のとまあいろんなそのアドバイスを伺ってまあ改善しなきゃいけないところが見えましたとでまあ今回ナッシングだったんですがまああとは僕がこれからまたどうのようにして努力してまあ結果につなげるかどうかだと思うんですねなんでその際にはまた皆さんをギャフンと言わせるように頑張りたいと思いますのではいまたよろしくお願いいたしますありがとうございました。はい か私が一個もったいないなと思っちゃったのはデザインもまで含めて今日これ,れ、ね、これだけ下調べとかも完璧でコンカフェ場まで用意して完璧な準備だったのにデザインはこれでいきますまで見せてくれてたらおこれいけそうだねっていう空気に持ってけたのかなっていう気がするんですよね。そそうでですねそこははは自分の力不足ではありました、はい ありがとうごはいありがとうございましたマーケティング頑張ります、はい、いただきますを流行らせたい新たなショットリキュールを提案志願者の挑戦は残念ながらナッシングで終幕ファンディング希望額2000万円の壁は厚く激論に苦戦を強いられたトラちの禁言を受け止め どうビジネスを進化させるのかその姿を見送りトラたちは次なる志願者を待つ仲間とつながれるトラとつながれるもちろん主催ともつながれる令和のファンクラブ入会はこちらから